僕がその動画の中でも言うんですけど、この神の世界っていうのは、平等そうで平等じゃない、それと公平そうで公平じゃないっていうのがあって、それと貸し借りの付けも人間の考え方と神様の世界は違うんですよ。だから例えば、僕からさんが金を借りました。もしくは僕がじゃあさんを助けました。そうすると借りができた。で、この借りを返そうと、その人に返すのがこの人間の考え方じゃないですか。はい。でも、神様の世界では、この人間から借りたんだけど、あなたが返すのはこの人間じゃなくて違う人だよっていうのが神の考え方なんですよ。だからそういうのがあるから、確かにその人にやられて、じゃあ、まあ、ある意味、その人に対しての貸しが一個できました。そうすると、今度は誰かに借りが一個できるんですよ。それで、ポンポンになってゼロになる。そういう感じなんです。明日からこう気持ちだけでも前向きでいけます、はいはい、うちの祖母もうん、そういうふうに言ってくれてるので、今までずっとこう落ち込んできたんですけど、仕事が手につかないっていうんですか、気が気でない、こういう生活だったと思うんですよ何をしても集中ができない、ずっと悔しさとか、それだけでした、この2年間、うん、だからそこから早く抜け出してほしいから、多分こういう機会を作ったと思うんですよ、先祖は。やっと先生にお会いできましたこれも、まあ、違う動画の中でも言ったんですけど、全てはその人が切り開く、確か神様はチャンスを与えるんですけど、それを握る、手放すっていうのもその人なんですよ。勇気を出して、で予約をする、はい、で、はい、予約をしたから、じゃあちゃんとこういう鑑定を行う、ここまでたどり着いたら何か神様の声とか先祖の声とか聞けるんですけど、はい、途中であやっぱりやめちゃおうってなると、やっぱりチャンスを逃すってことになるんですよ。先生、今の仕事、はい、いい人たちに囲まれて仕事もしてるんですけど、うん、どうしたらいいか、全てがどうしたらいいか。お仕事は今何なさってるんですか。私は会社今18年ぐらいいまして、うんうん、ジムみたいなことをしてるんですけれども、はい、嫌いではないですけど、うん、なんかもうそろそろちょっと何かしたいんで、でもスキルも他にないし、うんうん、特別資格もないし、うん、かといって、まあ、今すぐ辞めるわけにもまあいかないし、うん、ちょっとこう自分の人生にこう不安もあるし。確かにいろんなことを考えると、今の仕事だけでちょっと不安かもしれないんですけど、さんこの生年月日で見ると、それとさんのこの上の戦場を考えると、ペンを持ってるやる仕事だから、ジムとかそういうのはちょっと合うんですよ。長年やってた、今新しいのに変えてついていくのが大変。わかります。だからそういうのがあるから、今の仕事をそのままやり続けてほしい。さんに一つ確認したいことがあったんですけど、はい。ちょっと3年ぐらい周期的に嫌気がさすか、それかちょっと人間のトラブルが起きたり、ちょっと周期的にそういうのが起きてるんですよ。はい。うん。それは霊障でもなく、ただ単にさんが持ってるこの運勢の中に食い込まれてる、なんか、運なんですよ。心臓が痛くなった原因の人がいなくなったなと思ったら、また火種。ですよ。それがさっきも言ったんですけど、もう元々生まれる時、人生の中に食い込まれてるんですよ。だから、これをなくす方法っていうのもあるんですけど、なくすためにはやっぱり神様にまじない儀式をしなきゃいけないんですよ。そうするとやっぱりお金がかかるから、うん、それと、これをちょっとポジティブに考えると、そういう時期になったら自分が我慢すればいいとか、分かってればそれに対して備えることもできる。今まではそれが分からずそういうことになったから、どう対応すれば分かんない。でも今、周期的にそういう悪いのが起きる。じゃあそれは私が死ぬまで起きるんだってって。受け入れたらそんなに苦にならないと思うんですよ。ああ、なるほど。で、先生、60まで入れるんだったら入ればいいですか。はい、定年まで、もう会社からもういい加減やめてくださいって言われるまでやってください。あー、辛い。辛いですか。じゃあ
方法を教えますね。周期的にちょっと人間関係が良くない、はい、ちょっとトラブルが起きる、はい、その運勢を変えるためには、やっぱりちょっとこういう世界を信じて、で、神様にお願いすればいいんですよ。はい。神社行ったり、先祖の墓参り行って、はい、で、さっき言ったそのおばあさんに、おばあさん、はい、私最近辛いんだよ。ちょっと愚痴をこぼす。そうすると、やっぱり動いてくれるんですよ。目に見えない力を発揮してくれるのがご先祖なんで。お墓に行ってちょっとそういうこととか、神様にあんまりそういう愚痴みたいなこと言っちゃいけないってこう世間一般聞いてはいるんですけど、そんなことない、私はそんなことないですか？日本ではそういうふうに言われてる、言ってるんですか？韓国では全然。なんか神様のね、例えば、うん、神社は特に、はい、あのご報告、うんうん、今日まで行かせていただいてとか、うん、お礼をしに行くとこであって、こう愚痴をっていうとこではないと。あー、なるほど。だから日本人はちょっと神様を何て言うんですか、恐れる、怖がる。確かに韓国の人も神様は怖い存在って思ってるんですけど、でもちょっとある面ではすごく身近なこういう存在だっていう思ってる人も多いんですよ。じゃあ先生、お墓参りに行っておばあちゃん、うん、ちょっとお仕事、人間関係がお願いしてもいいんですね。はいはい、全然。神様、神社に行ってもそれは同じですか？はい。僕の神様が言ってたのは、人間がこの神様に与えられた運勢、はい、それと職業、一生懸命やれば神様は喜ぶ。はい、じゃ自分に与えられた仕事でも、日々の生活も一生懸命やれば神様は喜ぶ。そうですね。はい、神社とかお墓参りに行ったときは、うんうん、あ、神様、ちょっとお願いしますってお願いしてもいいんですね。僕が言いたいのはそれなんですよ。人間と神じゃないですか。この、じゃあ人間は弱い存在。神は力を持ってる存在。だから人間が愚痴をこぼすのは OK なんですよ。神様にお願いするのは OK なんですよ。今独身なんですけど、はい、ボーイフレンドは欲しいなと思うんですけど、うんうんうん、諦めた方がいいですか？いや、諦めないでください。来年か再来年、ちょっと見れるんですよ。はい、新しいテーマが。それと今、また、たまに仕事で違う店舗に行ったりするんですか？はい、ずっと同じ店舗で働いてるんですか？はい。なんか、今、はい、僕に一瞬見えたのが、違う店舗に行くのが見えたんですよ。はい、あ、じゃあ転勤がありますかね、私。なんか仕事でそういうのは、ありえるんですか？男の人は動くんですけど、まあ、はいはい、女性はほぼほぼ動きがないです。だったら、ちょっと社員旅行かな。とにかくどっかに移動するのが見えるんですよ。で、そこでちょっと出会いが見える。来月、長野県にたった1日ですけど、出張に行くとかっていうのはあるんですけど、うん、それだけです。ああ、だから、なんかずっとどっかに行くっていうのが見えたんですよ。どっかに行って、で、そこでちょっと出会いが生まれる、そういうのが見えたんで。で、今まで、まあ、また話が戻っちゃうんですけど、そのお金のことですごく自分が落ち込んでて、そうなるとやっぱり自分にちょっと暗いオーラ出すんですよ。でも、それが今日をきっかけに、明日からすごくポジティブになると、いいオーラが出るんですね。そうすると、人の目に、さんが華やかに見えたりするんですよ。ちょっと光り輝きますかね。だから僕がよく一般のお客さんにも言うんですけど、ポジティブに考えなきゃいけないんだよっていう。やっぱりこの運気っていうのは自分でちょっと作っていくところもあるんで。そうですよね、はい、はい。笑顔を忘れずに頑張ります、うん、先生。そしたら私、うん、今お金でこんなにちょっとこんな目に遭いましたけど、将来心配しなくて大丈夫ですかね、うん、ゆっくりやっていきましょう。それとさんが長女ですか？はい。弟さんいますよね？はい。順番的に一番上ですから、で、しかも結婚もしてない、このっていう名字を背負ってるんですけど、でも女性なんですよ。あっちぎではない。だからその負担を自分にかけないでください。結婚もしてないし、自分が長女だからやっぱり弟はいるけど、後継ぎはいるけど、自分が姉として、ちょっと前に立って、いろいろ
やらなきゃいけないっていうプレッシャーを捨ててください。今も毎週ほぼ月のうちの週末は母、土日はここに連れてきて、うん、面倒を見て、うん、これを誰か決めたわけじゃないんですけど、男の子後継ぎが親の面倒を見なきゃいけない本当だったら、はい、でもそれを今さんが全て面倒を見てるっていうのを感じるんですよ。そうですね。実家は売りました、うんうん、もう実家はないんです。ただお墓だけが向こうに残っているので、うん、いつかはこっちに持ってきたい、母が弱って亡くなる前にもこっちに持ってくるとか、そういうこともいずれは先生にまたご相談させていただきたいと思ってます、うん、お墓の話もさっきからずっと僕に見えて、これを言うべきかってずっと迷ってたんですけど、お墓が管理できてないですよね。そうなんです。私たちなかなか帰れなくて、うん、だから墓守もいない。そうなんです、うん、それはお母さんが亡くなったら考えてみましょう。それまではまあ年に1回くらいでいいんです。弟、私が今度行くとき、あのワンカップを、うん、お酒を持って行こうと思います、うん、はい。じゃあ先生、あの、うん、はい、あれですね、そんなに急がないで、こう人生で前向きにやっていけば、そんなに、うん、今ほらいろいろこう日本がだんだんちょっと元気がなくて、はい、もうちょっと人生をこう楽しみたいなと思うんですけど。だからまず健康でいなければいけないんですよ。すぐはできないかもしれないけど、気持ちも徐々に入れ替えて、で前向きに自分も考えて、病院はちょっと検査できればちょっと早めにしてほしいんですよ。胃カメラと、まあ 血液検査と、6月、はい、再来週行きます。うん、そのと甲状腺も追加料金払ってでも、甲状腺の検査は、うん、してほしいんですよ、はい。それで何もなければ、とりあえずまだちょっと大丈夫ですか、ね、はい。何もなければ OK なんですけど、はい、でも僕の口から出たっていうのは、これから、まあ、持続的にちょっと管理しなきゃいけない、そういうことになりますよ。じゃあ病院に行ってちょっと甲状腺の検査してもらいます、うん、でもあんまりこう落ち込まないで行けばいいですね。はい、堂々と背中ピッと伸ばして堂々と、はい、出会いもあるなと思って楽しみにしてありますだから、僕が今言おうとしたのが、確かに人間だから過ちを犯して謝るのが当たり前でも、謝りすぎるのも良くないんですよ。さんが逆の立場になってみてください。僕はちょっと悪いことをして、さんごめんなさいってなって、最初はさんが腹が立ってるから、まあすぐいいよって言わないかもしれないけど、でも申し訳ないずっと本心が伝わった。で それでさんが、じゃあまあいいか、分かったよ、じゃあ許してあげるねって言ったのにもかかわらず、こっちが申し訳ない、ごめんなさいずっと言ったら、今度はもう逆にイライラする。ああ、そうですね、確かに悪いことをしたから申し訳ない気持ちを持つのは当たり前なんですけど、でもそれをずっと永遠と申し訳ないっていうと、また神様怒るんですよそっか、そうですね、うん、本当ですね、ずっと謝られたらやっぱり嫌だな。そうですよね、だからそれですよ、天女も一緒、さっき僕の口を通しておばあさんが言ったでしょ、うん、それをちゃんと頭の中に入れとけばいいんですよ。怒ってないよって、大丈夫だよって入れときます、はい、先生、うんうん、その3分の1か4分の1ぐらいは、うんうん、ちょっと期待してればいいですか、うん、完全には出ないで、いつかは戻ってくるみたいな。先生、今月とか来月とかそんな早い話じゃない？1ヶ月単位よりはちょっと1年2年単位に見えるんです、僕は。そんなですか、うん、長い目で見てみましょう長い目で、うん、はい、わかりました、うん、でもそういうふうに、あの、自分の健康と引き換えにっていうふうに先祖も言ってくれたので、はい、ちょっと気が楽になりました、うん、ありがとうございます先生。いいね神様のお話、お願いしてもいいっていう話も先生にいろいろアドバイスもらったことが、うん、忘れちゃうけど、うん、もし YouTube にずっと残してくださったら見返せるので。そうなんですよ、だから僕がこのアップをする理由は2通りあるんですよ、はい、1つは確かに自分の、はい、まあ、ちょっと宣伝、もう1つは今さんがおっしゃったその通りなんですよ。人間ですから忘れちゃう、この1時間喋ってるから
前半の話とか飛んじゃう場合もあるんですよ。でも、はい、時間経っても見返せる、こういうこと言ってたなとか、そういうのがあるから僕はお客さんから許可を得てアップしたりするんですね、はい、恥ずかしいけど楽しみです。